お元気ですか、ボクシミです。今回は 2024BBM ベースボールカードルーキーエディション開封動画、2回目でございます。1回目同様に、ワンボックス15パック入りなので、前編8パック後編7パックに分けてやっていきたいと思います。まずは前編の8パックやっていきたいと思います。はい、それでは前編の8パックやっていきたいと思います。それでは前編の1パック目でございます。ソフトバンクの広瀬龍太内野手でございます。オリックスの宮國陸投手でございます。で、楽天の小樹辰己投手でございます。阪神タイガースのね、いつも日生外野手のですねカードでございます。で、巨人の三浦勝成投手でございます。で、ロッテの大谷光投手でございます。で、これは西武の山村よし、失礼しました、西武の山村隆義内野手でございます。で、ヤクルトの高野颯太内野手でございます。2袋目でございます。これは中日の津田圭司内野手でございます。ソフトバンクの藤原遥人投手でございます。オリックスの菅博人投手でございます。オリックスの川内康介投手でございます。で、日ハムの細野晴希投手でございます。で、横浜の高見沢郁美内野手でございます。で、ロッテの早坂音投手でございます。で、横浜の小笠原壮内野手でございます。3袋目でございます。オリックスの堀柊那捕手でございます。中日の川上リー内野手でございます。で、広島の杉田武投手でございます。で、楽天の中島大輔外野手でございます。で、横浜のですね石上大輝内野手の、これは緑白カードでございます。50シリでございます。はい、続けていきます。巨人の千葉貴弘投手でございます。西武の成田春瀬投手でございます。これ成田春瀬投手でございます。ヤクルトの伊藤優位内野手でございます。4袋目でございます。広島の高太一投手でございます。中日の福田幸之介投手でございます。で、ソフトバンクの藤田純平投手でございます。で、
こちら、阪神の下村投手、広島の常広投手、楽天の中島外野手のこれ青山学院大学の、ね、カードでございます。でヤクルトの、高野颯太内野手でございます。横浜の、石上大輝内野手でございます。西ハムの浜田、大輝内野手でございます。で巨人の伊豆口優太内野手でございます。5袋目でございます。阪神の、津田淳也投手でございます。ソフトバンクの、中澤浩貴内野手でございます。中日の、日渡り陶器投手でございます。中日の、加藤龍馬投手でございます。でオリックスの、これは頓宮裕真捕手の、カードでございます。で巨人の、平山幸太外野手でございます。でロッテの、上田久斗内野手でございます。で日ハムの、有園直樹投手のカードでございます。はい、6袋目でございます。楽天の酒井春人投手でございます。オリックスの、大江海人投手でございます。ソフトバンクの、村田健一投手でございます。で中日の、羽生翔太投手でございます。でヤクルトの、西舘晃太投手でございます。で日ハムの、加藤大和投手でございます。で横浜の一田裕太郎投手でございます。でロッテの木村優斗投手でございます。7袋目でございます。広島の、赤塚健人投手でございます。ソフトバンクの、これは桜京志郎内野手でございます。で中日の、辻本凛太郎内野手でございます。で中日のこれは柳裕也投手のカードでございます。で巨人の浅野翔吾外野手のカードでございます。で西武の、川下昌宏投手でございます。で横浜の井上健人内野手でございます。で日ハムの、進藤優也捕手でございます。最後の8袋目でございます。楽天の中島大輔外野手でございます。でオリックスの、高島慶斗投手でございます。で阪神の、福島ケイン外野手でございます。で西武の、竹内夏希投手でございます。でロッテの富山幸之進捕手でございます。で日ハムの平田大樹外野手でございます。横浜の武田陸投手兼外野手でございます。
で最後は西武の奥村浩一外野手でございます。外野手でございます。はい、以上で 2024BBM ベースボールカードルーキーエディション開封動画2回目の前編、終わりたいと思います。後日ですね、今度その第2回目の後編の方もねやっていきたいと思いますので、その時はぜひご覧になってください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。